くわ。大丈夫かな？聞こえる？みんな聞こえる？菊池はいらないって今結構ガチそうだったね。本当に呼んでないんだね。菊池は呼んでない。はい、友達石田洋介。石田洋介、洋介さん。トマト人間、トマト人間、この4人であれかな。ちょっと私あのね、トマトちゃんとニャーちゃんちゃんが来るとちょっとあれがなんで、ちょっといろいろ不安だよね。精神安定で飲まれたらまずいね、これは。浜中ボートレースにご来場の皆様、こんにちは。こんにちは。もごもご喋らなければ皆さんにはちゃんと伝わりますから、言ってることが。レルシさん、はきはきと喋ってください。この歌は、シュプール音楽隊のレルシさんの歌じゃないですか。ここに来てる人はね、俺が何者かもわからない人も結構いるんで。ああ、なるほど。この方がどなたかわからないっていう人手を挙げてください。意地悪な人が一人いましたけど。新潟県ってわかりますか？じゃあ新潟県わからない人、バカは小学生からやり直せ。新潟県の、偉い人です。あ、さっきスキーやったことある人、やったことないけどスキー知ってる人、知らない人も多いね。スキーというものを日本に持ち込んだ最初の人がレルヒさんという人だったんですね。はい、のレルヒさんがなぜか100年後にこの姿になって黄色い巨人として進撃してきたと。いうことでございます。こういうことでございます。それで、はい、下まで作っちゃいました。イエーイ。で、歌うんですか？歌いましょう。あ、レルシさんの歌をレルシさんがご本人が歌ってくれるということ。あ、僕と一緒に。僕は歌詞をちゃんと覚えてないですよ。僕だってさっき来てって言われて来ただけですから。あ、僕石田洋介と言います。よろしくお願いします。はい。いや気のせいですよ。じゃあシュプール音楽隊のレルシさんの歌をレルシさんご本人で歌っていただきましょう。はい。ギターは弾けます。歌詞が覚えられるんです。僕か。はい、ギターはもう半月も練習すれば誰でも弾けます。はい。弾けねえよって方は僕に教えてもらいに来てください。あの格安でお教えしますので。何ですか？歌詞もわからないあの石田さんに聞きますけど、はい、レルヒのレは何のレですか？レルヒのレはレモンのレ。じゃあレルヒのルーはルンバのル。じゃあレルヒの日は昼寝の日ですよね。で、これ
ルンバもレモンも昼寝も全然新潟と関係ないからっていう話を昨日あの車の中でしましたよね僕昨日ねあの三重県ってところにいたんですけど、一緒に三重県から一緒にね連れてこられたんですよ。車の中で車に乗せられて、ミッキーちゃんっていう優しい、ミッキーちゃんに優しい猫がいるんですけど、ミッキーちゃんっていう人もいますよ。あ、そう、トマトと黄色い巨人と僕とミッキーちゃんとね車移動してきました。なんかニャーちゃんいつの間にか来たの。ニャーちゃんはいつからいるの。ニャーちゃん今日から。なんかねさっきねトマト人間とニャーちゃんのコラボステージを、さっきユイニャちゃんが MC のユイニャちゃんが一生懸命仕切ってたでしょ。私も心が病みそうですってそれで言ってて、だからもう引っ込んで出てこないから、もう隠れた。そういう、そう、ユイニャちゃんの心が病んじゃってるので、私が代わりにこの場を仕切らせていただきます。ここ仕切ってないと、そう、菊池君みたいな人がさ怒鳴り込んでくるからちゃんと仕切ります。よろしくお願いします。そういうことでさ、もうそろそろさ第3レースもやってたの。これ買ったんだよ。あれ第3レースも始まってます。ちょうど今始まって、え、終わっちゃったって俺けど何買ったの。買ったよ。俺結婚が心配だからさ、もうそろそろやめない。え、もうやめんの。でレースはもう始まったの。終わったの。もう終わって、あ、もう終わってますね。誕生日がね8月31日、はい、今月誕生日なんです。あ、誰がですか。俺の誕生日。誕生日。あ、おめでとうございます。31日だからな。8月31日にレルシさんの誕生日。誕生日。レルシさんいくつになるの。28。28。ずいぶん若いんじゃないですか。あっという間じゃない。肌ツヤツヤだ。いや、まあツヤツヤですけど。水かけだって弾くよ。あ、でもね、レルシさんのね背中に穴が2つ開いてるんですけど、それをこう塞いでいただくと、こう途端に顔色が悪くなるっていうその特技を持ってるんで、ぜひとも皆さんこの後ろの穴を、良い子は真似してはいけませんよ。ダメですよ。はい、決して塞がないでください、後ろの穴は。はい、で、トマトとニャーちゃん何しに来たの。何しに来たんだ。何しに来たんですかね、この人たち。あ、人じゃない、この野菜たちが、野菜と猫は。あ、ユイニャ、なんかもう10分経ちそうだよ。そう、うん、まあ、これやりに来た。え、あ、負けた。あ、終わりみたいですということで、どうもありがとうございました。あ、いいの。あら、ありがとうございました。本当に何しに来たの。待って、ニャちゃんめっちゃ汚くなってるよ、大丈夫。ニャちゃんすげえ汚くなってる。ニャちゃんこれ、あら、捨てられた子猫ちゃんみたいになってるよ、これ。あの、飼い主さん、よかったら、ちょっと持って帰ってください、誰か。汚い。後で払ってね。